そのまま聞いても、この感じで聞こえますので、うん、じゃあ先にご飯見してください。はい、僕の体重ちょっとそちらで取らさせてもらおうかな。はい、体重だけどそれで、チモシーの主食のプレートはどれ。そうですよね、いっぱいありますね。こうです。これ OK、 OK、 これ繊維が足りない、ここで見るんですよね。はい、素繊維がね、20% 以上あるやつがいい。20%はチンチラ用ですよね。はい、できればまあ18だから結構あるんだけど、うん、もし可能なら 20% 以上のやつも買って、はい、混ぜ混ぜして今度はこれ買わないで 20% 以上のやつを使う。 20%、 それからこれは一緒に乳酸菌タブレット、うん、何個あげます1日。1日1個あげるかあげないかぐらい、それぐらいにしといてください。これは何、お水の中に入れてるやつです。ビタミン、はい、これとこれを、これが乳酸菌です。ビタミン、まあいいですよね、ビタミン、うん、乳酸、これも乳酸菌、うん、これあげないときは、まあ、一応水の中に入れてて、うん、補充でこっちあげてるって感じですね。はい、これがあの おやつです。おやつ、レーズンとリンゴとさつまいも嫌いで食べてくれなくて、ね、基本ね、あんまりやらない。はい、あんまり、うん、あんまりやらない。チンチラのプリントもらいました。はい、はい、あれ、あなたこっち、うん、この裏に私書いてきますから。はい、さあ、ちょっと何グラム、517。じゃあここに撮影しながらね、いきます。体重が510。ちょっとお話ししてから身体検査しますね。はい、結構なんか買い方って大事だからさ、うん、そうですね、で初めてなので、チンチラ、チンチラのサンプルと、よいしょ、チンチラのプリント、サンプルフード出しますから、うん、チンチラセレクションプロというのがあります、うん、で これ、まあ、これも以下って書いてあるけど、まあ、素繊維 23% 以下、うん、だから割と、まあ、安心して使えるかなと思うんで、こういうのサンプル出しておきますから、うん、食べれば、はい、そうですね、食べんか食べ、最初それあげてたんです。一応これをペットショップの方がこれがあのおすすめですって言ってたんで、ちょっと買ってるだけなんで、これが飽きたらこっちにしようかなと思ってる。そうですね、はい、まあ、こっちの方がここに来てるこの半分ぐらいはこっち食べる、うんうんうん、はい、うん、それですよね、うん、でこれこれもね、あのチモシーですよね、うん、で畜産にはさ、チモシーとアルファルファってあります、うん、でチモシーはイネ科です、はい、だからあの低カロリー低タンパクで抗繊維です、うん、はい、でアルファルファはタンパクが多い、はい、あの畜産の中でもね、うん、で繊維がちょっと少ない、うん、カルシウムもちょっと多い、うん、ということで、もうこの年齢の子はアルファルファはやらない、うん、高いのはアルファルファだけど、うん、安い方のチモシー、あ、これ、これいいですか。そうで、どんだけやるかなんだけど、うん、どんだけやるかなんだけど、ちょっとその辺の話したら長くなるから先に身体検査しましょうか。はい、でね、ちょっと置いてください。こちらでやりますわ。閉まっていい？こちらでやるわ。はい。はい。じゃあちょっと見ててくださいね。はい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 、まず目から見ていきましょう。目綺麗ですね。で、まあ、大抵上がりますね。はい、どっか行く、顔、じゃあちょうだい。で、これ歯、歯は黄色くて正常です、はい、で、上が1、下が2ぐらいの長さ、うん、だから噛み合わせいいですね、うん、から奥歯の噛み合わせはここ目の下のここら辺に奥歯がありますから、ひどいと触ってもわかります、うん、でも軽いやつはこれだけじゃわかんない、ここと、それからあとここ、うん、顎の骨、うん、要は不整合があると歯根膜炎、歯の根っこが悪くなるから、うん、右と左に差が出てきたりね、はい、目の下この辺がなんかちょっといびつになってきたりしますね、今は正常です、あ、よかった、はい、今度お腹触ります。この体の内ね、胸は4分の1ぐらいですかね、で4分の3ぐらいお腹です、はい、でお腹4分の3って、そのうちの3分の2ぐらいは盲腸です。盲腸がすごい大きいんですね。で、脈見ます。
で、何だっけ、尻尾が。尻尾がなんか娘がバサバサで気になるって言ってるんですけど、うん、この子ってさ、砂遊びしてます。よくしてますよ。してます、ね、うん、コロコロして。で、これのちっちゃいやつ、これ保湿剤なんだけど、はい、これのちっちゃいやつをちょっと出しますから、はい、尻尾とかさ、うん、砂遊びする前につけちゃダメですよ。ああ、そうですよね、一緒についちゃうから、うん、砂遊びがするあのと違う時間帯にね、ちょっとつけて、うん、こんなんがあるんだ、保湿剤なんて。目の細かいブラシで軽くブラッシングしてください。で、うん、特にまあこれぐらいは別に悪くないんだけど、うん、まあつけると全然いいです、ね。チンチレオじゃないんだけど、ワンちゃん猫ちゃんの。そうなんですね。で、やっぱブラッシングやっぱしてあげていいですね。してあげた方がいい。いい。あなたの出番だよ。ご主人なんですね。いや、違うんですよ。あの主人がネットでなんかそういう動画上がってて、でかするのかなとかってすごい従ってたんですけど、いやまだいいわよとか言って、ね、よかったね、できるよ。で終わったら入れといてね。で入れてこちらに戻って、じゃあちょっと。あ、もう火が出てる。かわいい。ちょっともうちょっとね、カー君。結構緊張だい。これね。身体検査では栄養状態もいいし、はい、歯も柔らかいのが正常で、柔らかい、歯もいいし、うん、私さっき言わなかったけど、歯茎に色も見たんですよ、はい、顔色は分かんないんだけど、こうやってペッとめくると歯茎が見えます、うん、それから綺麗なピンク色、ちょっと赤みかかった綺麗なピンク色してるといいんですけど、うん、そういう色してました。あ、よかった。だから健康状態はとてもいいんじゃないかなと思います、はい、そんで、そう YouTube ね、ご覧になりますよね、はい、で、できればね、なんだっけ、見てほしいところがありまして、うんうん、あの佐野獣医師か獣医師佐野ってね、うんうん、検索していただけると、うん、出てきますね、はい、でピコッと押すと、まあ、あの動画が出てきますけど、はいはい、再生リストっていうところに押してもらうとですね、うん、まとめてありますわ、うん、最近まとめたんだけど、うん、要は過去にやったので、うん、チンチラの子に、うん、あらる、うんの話、うん、はい、だから、うん、YouTube でチンチラのとこね、うん、それとチンチラのとこだけで、うん、またちょっと話しますけど、しつけ、うん、しつけ、うん、いるんですか、チンチラのしつけ。やった方がいいですね、しつけの基本っていうの。これはまあ1本だけなんですけど、うん、はい、この2つはできれば見てほしいかな。わかりました。この1本、これ7本ね、うん、で、大事なことをまず言っておきますね、はい、まず食事ね、うん、さっきチモシ、うん、チモシ、うん、これはチモシはさ、繊維がものすごく多いです、うん、まあ 40% ぐらいあるかな、うん、繊維、うん、で、これが主食なんです、うん、じゃあ、これをどんだけ食べなきゃいけないかというと、うん、体重の 2% 以上食べてほしい、うんうんうん、ということは、この子の体重をお家で測った方がいいです。そうそう。で、何グラム食べてるかも測った方がいいです。うん、ということは、